はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の1ベクトル丸三をお送りします。で、これでね、1ベクトル最後です。次回からね、またタイトル変わるんですが、で、最後に、まあ、大きな問題1個なんですけど、小問が2個入ってるタイプの問題になりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ今回もね、とっても有名な問題なんですけども、三角形 ABC と点 P が出てきます。で、式がこうやって。3AP ベクトルプラス 5BP ベクトルプラス 4CP ベクトルイコール0ベクトル。これを満たすと。で、これしかない状態で点 P の位置を求めようって。P がどこにいるのっていうのを求めていくんです。で、ちなみにこっちが解けないとこっちは解けないです。はい。そういう連動してるタイプの問題なんだけど、これに関してはね、今1ベクトル丸3って動画を撮ってるんだけど、丸1と丸2で勉強した内容がわからないとこれ解けないです。なので、ちょっとね、こっからスタートしてくれた子とかは、少し、もし時間があれば、1個前と、そのもう1個前の動画を確認してもらって、あ、OK、OK ってなってから、聞いてもらった方が吸収しやすいかなと思います。多分途中式がね、ちょっとね、うんってなってしまうと思うんで。で、まず、方針としては、まあ、これだけ使って勝負するんだけど、視点、左側のアルファベットを全部 A に合わせていきます。で、こいつ、まあ、これはね、変えなくていいから、で、ちょっとね、1番は番書量が多いんで、G ちっちゃくてごめんね。で、これが、プラス5、カッコ、これを A に合わせると、右側のアルファベットを使って AP ベクトルマイナス左側のアルファベットを使って AB ベクトル、こうだったね。でプラス4、これも同じカッコ右側のアルファベットの AP ベクトルマイナス AC ベクトルイコール0ベクトルと。でこれ5を普通に配ってあげる、4を配ってあげると AP ベクトルが全部で12になるかな。で、それまとめてしまうと、12AP ベクトル。で、ここ、配るとさ、マイナス 5AB ベクトルと、配るとマイナス 4AC ベクトルが出てくるんですけど、それ右辺に持ってきます。で、右辺に持ってくるので、イコール 5AP ベクトル、プラス 4AP じゃない。ごめん、ちょっと。AB だね。ベクトルでプラス 4AC ベクトルと。今これちょっと暗算気味になっちゃやっちゃったけどさ、こうなると。でこっからが勝負でちょっとね大変なんですけど、まあ順番どっちでもいいか、まあ一応やっていくと先に12で割ります。結局ね AP ベクトルイコールにしたいのだから、12で割るとまあ単純にね12分のって元もあった 5AB ベクトルプラス 4AC ベクトルが分子に乗るのね。で、この後の変形なんです。ここだけがほんと一番のポイントで、この後、先に変形した答え入るかな。この下にちょっとね、答えもね、日本語で2行分ぐらい使うんで、場所取るんですけど、ここ、5と4を使ってるので、勝手に分母9に変えるんです、ここ。こうやって。これ最優先。9に変える。5と4だから。もし、ここが 3AB ベクトル、3ね。プラス 2AC ベクトル、3と2を使ってたら、足したものの5を持ってきます。これ強制的に持ってくる。でも、勝手に変えてしまったので、12に戻るようにするにはどうするか。それは、かける、こっちに9を持ってくれば、約分でどうせ打ち消せるでしょ。で、もともと12がいなきゃいけないから、下に12を持ってきてあげれば、これ、約分して消えて、12が復活して戻るんだよね。この変形、慣れてください。これ、超使うんで、ここで。いいね。約分して消えて、12を戻すイメージ。これが最優先なの、9が。で、実はこれでも終了です。で、ちょっと、幅がもうなくなってしまうので、ここ、約分しちゃうね。12と9。ここの縦でね。3で約分すると、4分の3になります。これここで約分しただけ。で、答
答えを書いていくところで、最後黒で書いて赤で囲った方が分かりやすいかな。まずね、この部分、こっち、これちょっと隠すよ。ここね。これ何表してるかっていうと、これ辺 BC を4対5に内分する点です、こいつ。辺 BC を、じゃあ書いちゃうか。辺 BC を4対5に内分する点、それが右のここなんです。で、どういうことかっていうと、これ内分する点って2個前の動画、まあ、前回の動画でも使ったけどさ、やったでしょ、これ求め方で。これって今 AB ベクトル、まあ、三角形がこうあるからさ、 ABC ってなった時に AB ベクトルと AC ベクトルのこうやって話をしていて、5と4ってなってるってことは、バツがけしてるから、結局4対5なんだよ。これ、BC を4対5に内分すれば、足した9分のクロスって掛け算をするんで、5AB ベクトルプラス 4AC ベクトルってこれになるんだよね。だから、この部分は、辺 BC を4対5に内分する点になるんです。でもそれが答えじゃない、まだ。で、それを、ちょっと待って、消すやつがなかった。ちょっと消すよ。そのね、する点を、これ何でも文字いいんだけど、例えばじゃあ、9とすると、ってします。で、今、ちょっとこれに、あとね、ちゃんと書くけど、5対4、あ、まあ、4対5なんで、まあ、この辺にしようか。ここ、4対5ね。今、それを9って置いたんです。つまり、この部分は、今、AQ ベクトルなの、ここ。AQ ベクトルで、それを4分の3かけてる。これは1個前の動画でやったやつ、 AQ を4分の3してるってことは、4等分してるうちの3つ目なんです。4等分してるうちの3つ目、だから4分の3をかける。前回の動画の ① とか ③ の知識を使ってます。もしあれだったら見てみて、1個前の動画の ① とか ③ の問題と同じタイプだから、結局 AQ を3対1、あ、同じ丸で書いちゃった、ごめんな、3対1に内分する点、それが P なんだよってつながるの。これ結構ね難しいんだよね、ここがね。とすると、あ、待って、ちょっと入ってるかな、あ、 OK だね。点 P は線分 AQ、 これね、 AQ を3対1に内分する点と、これが答えになります。 P の位置どこって聞かれたから、 BC を4対5に内分する点を9とすると、 AQ を3対1に内分するとこに P がいるよっていう。いいかな、これが一番の解き方になります。なので、内分する点の知識、まあ、逆だけどね、いや、あの動画でやったやつと、その知識はこっちかを使うんで、これがまず変形した時に、まあ、変形する方法は今みたいに持ってくればいいんだけど、変形した後にこいつが BC を4対5に内分する点って結びつかなきゃいけない。で、それがここにあるから、それに4分の3をかけてる。だから AQ を4つに分けたうちの3つ分で、場所を書いてみると、 AQ を3対1に内分してるよねっていうふうに考えて、こうなります。いいかな、ぜひね、このタイプの問題できるようになっておいてください。ちょっとね、難易度高めで、高めというか、ここはピンとこないんだよね、なかなかね。で、こっちが解けてしまえば2番はどうってことないです。やり方さえ知ってもらえば。じゃあこっち行きましょう、2番ね。で、ここはもう作図で勝負します。図だけでね。図だけでね。で、ちょっと書き直すと、まあ、三角形 ABC 指定はないので、まあ、こんな感じで、ちょっとフリーハンドで申し訳ないですけど、書いていくと、ABC でしょ。で、Q と P 書き込まなきゃいけないので、まあ、Q が4対5だから、まあ、この辺にしようか。Q。ここが、4対5。ちょっと改めて書いてるだけで。で、AQ をこう持っ
ってき、ちょっとずれした。持ってきて、3対1内分だから、まあ、この辺にしようか。P。で、3対1と。で、この、ここで切って、ちょっとここ分かりにくくなるから点線に変えとこうかな。で、ここで切って、三角形 PAB はここです。左側、あ、PAB、左ね。で、PBC が下、PC が右上って。その三つの面積の比を求めたいんです。で、これはですね、あ、まあ、いいか。書いていくと、これ、今4対5と3対1なんだけど、もし運が良ければ、3対1と1対5とかになる。そうすると、1、1の部分が出てくると一番楽なんですけど、今回ないので、一番数字の少ないところを使います。どういうことかっていうと、今、ここがね、この三角形が1と4を使ってる。1対4って。まあ、どっからスタートしても本当は構わないんですけど。で、こっち1対5なんで、ちょっとちっちゃい方から攻めていきます。で、これを1対4なんで、俺はね、この部分を 4S って置いてしまうんです。これもし、1対3だったら 3S って置きます、それは。1対1やったら S だけなんだけど。って置くの。で、1箇所置いたら、あと1、2、3箇所の三角形の面積全部 S 使って置けるから。で、どう置くかっていうと、先に言おう。ここね、右下。これ 5S になります。なぜかっていうと、これ、ここが 4S なんだよ。ね。もし、1対1の、ないけどさ、そこ、ここにね、1って比があって、ここに、じゃあ1って比の三角形があって、こいつを S だとすると、ここは底辺が4倍になってるから 4S になってるんだ、みたいなイメージで思っといてほしい。もともとこいつがいてね、いないけど、ここには。底辺だけが4倍。高さはね、ここの、ここ P 使ってるんで、上は、ここ。変わってないんで、底辺だけが4倍伸びてるから、面積も4倍して 4S になってるってイメージでいると、じゃあ、こっちは底辺が5。ってことは5倍になってるだけなので S の5倍で 5S だよねって考えればいい。で、そうすると今度こっち行きます。左上、ここはちょっと色使おうかね。ここね、この部分、これ結論から言うと 12S になります。ここで、なぜかっていうと今度底辺こっちで考えてください。で、高さはこのポイントです。いい？この青の三角形と赤の三角形、底辺まっすぐ一直線上にあるので、高さはここの部分でちょっとね、書けないけど、この辺直角があるから、高さ共通になってる。ってことは、底辺の倍率だけで勝負ができるのね。高さが同じだから。で、見ていくと、こっち底辺1なんだよ、比が。こっち3なのね、1対3だから。つまり、面積も3倍になる。高さは共通だから。いい？だからここが 4S だから3倍して 12S ですよねってできる。大丈夫かな？で、右上も全く同じように考えて、こっち、ここが 5S なんです。で、この赤の三角形と右下の 5S の部分は高さがこのポイント、書けないけどこの辺にあるから共通になる。で、底辺が1、こっちは3倍になってるから 5S の3倍なので15S って置くことができる。そうすると全部出てきたから PAB、 ここは PAB は 12S だし、 PBC こっちか、ここ分けちゃったけど 4S と 5S 足せばいいから 9S でしょ。で、 PCA は 15S って分かってるので、結局、あ、青じゃねえや、赤で書いてしまった。 PAB は 12S対、PBC が 9S で、 PCA が 15S になりました。全部に S が共通してるんで切っちゃっていい。 S で割ってるイメージで、つまり12対9対15でも3でまだ割ることができるから、結局答えは4対3対5でしたよって。いい？これの比がねっていう風になります。だから P の位置がちゃんと分かってないとこっちは外れるんです。比が分からなくなるから、ここの部分が。なので連動してるよっていうタイプの問題になります。
では今回は高校数学数 B の1ベクトル丸3についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回タイトルがね、なんだっけな、あ、そう、ベクトルと図形というタイトルで、またちょっとね、シリーズになるんですが、やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。